今年のチームはものすごく元気が良くて、波に乗ると本当に強くて、で打線も、切れ目のないところが特徴です。背番号20番の、三浦航空と、あと47番の、イカダがピッチャーで、中心として、このチームを引っ張っています。準決勝で当たる、チタボーイズには絶対に勝ちたいと、チーム全員で思っています。自分のチームは元気の良さと何か一つ意識を持つと言われたことを徹底してするところだと思います。普段は全員が効率よく他のチームに負けない練習量で、毎日意識高く持って練習します。前の全国大会予選で、決勝でチタボーイズ負けた試合です。前は、個性が本当に強くて、少しちょっと大変だった部分もあったんですが、一人一人が、僕を支えてくれるっていう意識を持ってくれたおかげで今はチームとして成り立っています。やっぱり先ほども言ったように個性が強いところもあったんで、ちょっと不安な部分もあったんですけど、もうやるしかないと思って、僕は積極的にこうやって行動してすることを意識しようと思いました。やりがいは、ものすごくこのチームは人数が多いので、全員が僕の後についてくるって考えると、すごく自分はキャプテンやってるんだなっていうところを思えるところがやりがいです。やっぱり人数が多いので誰かが動かないとやっぱり始まらないと思うんで、そこで自分が一番最初に行動するようにするのがやっぱキャプテンだと思います。試合ですね、やっぱり。それで全員が一つのプレーに対してもうすごい盛り上がったりするときが一体となってるなって思ってます。今までは次に向けて切り替えていこうとか言ってたんですけど、もう数少なくなってきたので、次の大会も絶対に負けないっていうふうに言って、もう練習に、取り組みます。ドラゴンズカップはものすごく大きな大会で、僕たちが優勝すると本当に歴史にも残ると思うので、絶対負けないって気持ちを持ってこの大会に臨みたいと思います。 Is Ball One